さあ早速乗ってきました CBR1000WRSP 仕様、まあ、オーリンズの電子制御が入った仕様ですよね、2017年モデルとして久しぶりにですね、まあ、CBR が、まあ、やってくれましたって感じでいよいよ、まあ、乗ってみたんですけど、まずはワインディング乗ったんですよね。で CBR1000WR の売りはですね、まあ、1992年からの売りとして、まあ、ワインディングを本当に楽しもうという形なので、今走ってみて本当にですね、まず軽さが売り、小ささが売り、見た目の小ささが売りですよね、本当にワインディングを速く走るというよりは楽しめっていう感じの雰囲気がありました、ユーロ4対応のマフラーの音もすごくいい音だったと思いますよ。あとオートシフターの気持ちよさでしたね、あのパーパーパーバンバンバンっていうね、その気持ちよさが入ってると、ヤングマシンではこれこのままサーキットにすぐ持っていこうという形なんですよね。本当はワインディングのままでいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりサーキットに持ってってガチテストやってみたいと思いますので、そちらの方は4月24日発売後でガツンとやっていきたいと思いますので、ぜひ詳細はそちらを見ていただければと思います。